益田市のこの二条地区は日本海に面した島根県益田市の西部に位置してるんですが、あの益田市の中でも一番端っこで山口県との県境になります。で人口は約570人で、高齢化率は 47% 超えた中山間地域です。で地区内には全校生徒18名の桂ヶ平小学校と、全校生徒7名の西南中学校の、2つがあり、西南中学校は島根県ではあの生徒数が一番少ない学校と言われてます。で e ボードを活用したこの自学教室にはその西南中学校の7名の生徒が通ってます。今は月に2回水曜日の放課後4時半から6時までを使って自学教室を行っています。対象となるのは西南中学校の7名の生徒で、私と、谷本と主に2人の職員が対応して、あとは地区に住んでいる高校生や現役の学生などにサポーターとして入ってもらって学習の支援を行っています。生徒たちはですね、4時半に学校から公民館に来るんですが、そこからですね、前半は主に数学をやって、で休憩挟んで後半は英語をやるんですが、でその時も自分で学習する単元っていうのは生徒たちに、選ばして、でそれぞれのペースで一応学習を進めていく行ってます。で私たちは勉強を直接教えるっていうことがなかなかできないので、あの e ボードはヒントやあと解説動画があるので、問題がわからないときはそれを見て自主的にこう学習を進めるようになるべく促すような声かけを、するようにしています。であと私たちが別に行っているのは出欠管理とかの全体の運営で、今言ったように意欲とか学習方法についてあのサポートできるような声かけとかをしています。でやっぱりその学校終わりに来るので集中力を切れたりする子とかもいるので、そういう子たちにもおすごいねできたねとか、今日はノートすごい綺麗だねとか、そういうこまめな声かけをして、サポートしています。でその勉強の方法がまだ身についてない中学校1年生の子とかもいるので、その子たちにはあのノートの取り方とかをすごいこまめに指導したり、でやっぱりわからない問題があって、じゃあヒント見て動画見ようかってなった時に動画を見るっていうことにやっぱちょっと抵抗じゃないけど、あの時間がかかる子がいるので、そういう子にはあの一緒に動画をちょっと寄り添って見てあげたりっていう、なんか勉強を直接教えるっていうよりかはあの子どもたちと私たちが一緒になってこう寄り添いながら勉強する、一緒に勉強するっていう風な運営をしています。今あの一人人机長机をにしたので、そういうのは良かったかなって、すごいここの子に合った机の並べ方、あと号令でメリハリをつける、教科前に前半の前に気をつけれぐらいだけでも、それだけでも結構メリハリが、で終わった後はもう喋る、休憩中も喋る、おやつ食べながら喋るっていうのはコミュニケーションも取れてるので、それはこの二条地区ならではというかことかなって思ってます。初めの頃はやっぱりノートを取るっていうことが少なかったんですけど、今声かけのせいもあるし、あと英語に関してはちょっと仲が変わってるのでノートが取りやすくなったっていうのもあって、みんなどの子もノートを取るようになってきました。で、あのやっていくうちにこう後で見返した時に分かりやすいノートの取り方っていうのにもこう心がけるような子もいたりして、あの自分たちで工夫しながらノートを取るようになってきました。学校はその先生がいて、先生は勉強をどんどん教えるのが仕事で、ここの自学教室はあくまで自学、生徒の、その
自分でどんどん問題に対してこう挑戦してって解いていくっていうその気持ちとかそういう方法とかをなるべく育ててあげたいっていうのがあるんで、勉強が教えれないのでっていうのもありますが、うん、主にはどっちかっていうと自分で考えるっていうことを主体でそれをサポートするのかなと思います。どうですか？そうですね、教えるんじゃなくて、うん、こうどう解いたらいいかが分かんないんであれば、そうヒントなり動画なりを進めたりしながら、うん、なので、ね、うん、そこは違うかな、うん、大学生とかがサポーターとしてやってきてくれた時、やっぱ子供たちすごい嬉しそうでいろんな話したりしてたので、たまにはそういうあの外との交流じゃないですけど、いろんな刺激を子供たちに与えてあげたいなと思って、どうしても田舎なので限られた人しかいないし、大学生なんてそんなめったに見ることもないし、うん、なのでそういう刺激を受けて、そしたらこう自分のこう将来のビジョンじゃないけど目指すものが見えてくるんじゃないかなと思うので、うん、どうすか。発展させる。やっぱ自分、そうですね。もう、せっかくその西南中の今の子たちはコミュニケーション能力高いから、それだけじゃやっぱりね、うん、外に出てった時とか、どんな時もそれだけじゃやっぱりね。困ることがこれから出てくるだろうから、そういうところで自分が大事なのが、そう自分が分かったかどうかとか、その、なんていうんだろう、勉強に対しても自覚する必要もあるし、他の勉強以外のこと、学校の勉強以外のこともこれなんだろうって思ったらすぐ調べたり自分で勉強したりするっていうことにこうつなげてってほしいなって、勉強だけじゃなくそういう自覚する、勉強だけじゃなくて自覚する習慣、全てのことに対してをすごい後々はつけていってほしいなって思ってます。